どうですか、ドッキリ。ドッキリじゃ緊張します。ドッキリ仕掛ける側やのにちょっと企画潰すんちゃうかなってぐらいダンスちょっと踊れないんですよね。頑張ります、この空き時間で。皆さんこんにちは、柳井優奈です。はい、本日はこんな感じでちょっと動きやすい格好です。そしてソファーもありません、いつものソファーも。なんか今日はですね、本当にやりたくないって言ってるんですけど、もうやりたくないですって、あの動画でも言ったのにまたやらせるそうです。はい、踊ってみた。よよよじゃない、拍手がでかい。もう踊ってみたということなんですけれども、今日はなんとですね、2回目のコラボ動画です。誰かと言いますと、早速お呼びしましょうか。それではお願いします。お願いします。イエーイ。今日は広杉本愛理ちゃんです。はい、杉本愛理です。お願いします。お邪魔します。はい、どうぞ。いつでも。お二人は仲いいんですか？いや、仲いいですよ。同い年だもんね。そうそう、同い年で、そう、セブンティーンで一緒で、撮影もね、結構何回かかぶったもんね。かぶったね。ね、仲いいんですよ。ということでね、今日は、ディスタンスしなきゃダメ。今日は、アイリと、踊ってみたということで、はい、前もなんか踊ってみたコラボだったんですよ、福原遥ちゃんと。なんかまたコラボで踊るっていう、なんかちょっと嫌な気がしますよね。これからもこう、ね、なんかコラボってなったら踊ってみたらやらせるんじゃないかなとか思うんですけど。はい、で、何を踊るのか一切聞かされておりませんので、はい、何でしょうか。今日は10分間で踊りを覚えてもらいたいなと思って。10分ですか？はい、すごい才能の持ち主にいけるかな。どんなプレッシャー。動画はこちらで見ていただきます。え、これですか？これさ、あれなんか巻き込まれたんじゃん、ゆめなの踊ってみたい。え、やるって言ったんだろうね、ゆめな。はい、踊れるかよ。この10分踊れるかよ、この時間で。これ結構難易度やで。どこまで踊れるかで、踊れなかった方にはちょっと罰ゲーム。巻き込まれてます。めっちゃ巻き込んでますよ、アイナ。これやばい、超むずいって。ということでやるしかないんで、今日はアイリーもいるし、一人よりの心のサポートにもなるんで頑張ろうと思います。どこまで踊れるか、では頑張りましょう。ゆめなの夢。もうこれだけでいいんちゃう？これだけでいいよね。むずいむずい。ここ完璧。ここはできる。こっち行ったことは？こっちだ。ここだ。ええー。でも関本さんも意外に踊れるかも。いや、踊れないですよ。で座りで決めよう。はいよ。でいいよ。はい。ヒゲダンスやってる。ヒゲダンス。なりました。はい。10分経ちましたけども。終わった。早っ。厳しい世の中だ。まあ、もう急に20ということで、とても難しいリアクションだったんですけど、なんとか覚えましたので見てください。ダンス苦手なんですけど、一生懸命頑張りましたので見てください。甘い目で、本当に甘い目で、そう、ちょっと優しい目でね、見てください。ドラえもんの優しい目で見てください、うん。
なんか色やばいって。甘みが激甘、後味激甘、甘いのと苦いのが混ざってるお茶ってこと。なんか匂いやばいぞ。なんかタンスみたいな匂いするよ。いいですね、その和室ってこと。おばあちゃんの顔。みんなそっち側。いただきます。甘っ。うわ、やっぱこれ大丈夫。うん、もうやばい、鳥肌。やばい。うわ、やばい、後味。もう普通のお茶飲みたい。これやばい。美味しい甘さじゃなくて。いや、美味しいとかじゃない、もう。なんだ、もうずっと甘いんだけど、なんか最初、苦って感じだけど。何、なんだろう。緑茶とほうじ茶混ぜて、そこに砂糖をバーって入れたぐらい。どうでした、感想。頑張ったつもりなんですけどね。はい、練習します。ちなみにご自身で何点？でもあそこまで行けたことが私にとっては結構高得点です。70点。すごく高い。難しかったですね、ダンス。もちろん、しかも10分だからね。いや、もう10分ですからね、皆さん。20とかよく見られるんですか？なんか上手かったですけど。そうですね、20は見ます、たまに。今回は知らなかったっていう。そうだ。踊ってはいた。けど踊ってなかった。すいません、踊ってました。心が痛い、めちゃめちゃ。やってんな。いや、めっちゃ上手いと思ったもん、だって。いや、練習してきた割にはめっちゃ下手やったらやべえ。なんかだってさ、終わった後さ、見に行ったじゃん。なんかめっちゃ踊ってるから覚えてたって言っても全然覚えてなかったから、じゃあ企画大丈夫かなって思ってたんですけど、ゆめなが10分で必死に頑張ってる姿見て、マジでなんかもう心痛みたいな。はい、ちょっと踊れんねんみたいな。そういうことか。それでめっちゃまずいやつを飲んでる時もマジでちょっと本当にあっ、だから苦いって言ったのね。そう、苦いですね。いろんな意味で苦いってこと。すいませんでした。初めてのドッキリでした。普通にうまいもん。ちょっとリプレイしてみてください、皆さん。ちょっと。いや、全然踊れてない。踊れてるよ。振り忘れてるの。てかね、普通に早すぎ。なんか覚えてきてくださいって言われてんけど、ドッキリするから。一人でやってたけど。無理。何、足どこみたいな。もう足とてどこみたいな感じで。ご自身で何点ぐらいですか？覚えてきて。10点。だって練習してきたのに、これは練習してきたのに。何が並ぶんだよ。でもちょっとあったかいのがいいね。まあ確かに匂いは感じますよね。こういうのやる感じじゃないんやけど。いただきます。あー、面白そうでしょ。普通のお茶とかじゃない。ドッキリじゃない、また。あ、でも甘いよ。一緒だよね。甘いわ。後から落ちてくる。気持ち悪くない？気持ち悪い。なんか炭酸もそうだけど、なんか根っこみたいな、土みたいな。そう、土系。土、木、なんかなんか僕系だよ。やばい、口の中がめっちゃ僕やんだけど。舌に残る、ずっとね。喉のここがずっと甘いの、ここ。もう歯も甘い。歯、なんか溶けそうだよね。虫歯ない。これでも虫歯ないんで、歯医者さん連れてきてください。はい、ということで、なんとドッキリでした。はい、ドッキリ大成功かな。いや、びっくりしたわ。めっちゃ上手かったもんな。いやいや、でも10分のダンスではなんか速さではないな、覚える。いや、そうだよね。ドッキリかよとか言いつつ、ちょっと初ドッキリ限られてちょっと嬉しくなります。仕掛ける側やん、こんだけ踊れんかって自分がめちゃめちゃ悔しくて、もう企画終わったけど、もう一回家帰って練習しようかなと思ってるぐらい。リベンジみたいな。リベンジ。またコラボでみたいな。いいじゃん、いいじゃん。口の中が甘くて全然喋れないんですよ。そうね、めっちゃ甘い。コラボということで、あゆの動画の方にも私服交換の動画をね、撮って出させていただいておりますので、テンションが全然違うんだけど。めっちゃ暗い。あっちはちゃんとふわっとした女の子らしい企画をやっていますので、そっちもぜひ見に行ってください。はい、チャンネル
ドルとかフルトちゃんもぜひよろしくお願いします。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お邪魔しました。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。